俳優の潮野明久が10月10日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に出演する大河ドラマ『光る君へ』で一条天皇を演じ注目を集めた潮野番組内で彼はこれまで何度もオーディションに落ちて諦めかけていた矢先に大役をつかみ取った心境を明かしドラマで披露した両敵を実演する実家は創業40年以上のクレープ販売店 中学卒業後、進学せず家業を手伝っていた彼は、常連客からの一言をきっかけにジュノン・スーパーボーイ・コンテストに応募したことで、初めて俳優という夢を抱いたそう。番組の最後には、俳優、塩野明久、としての大きな夢も語る。なお、光る君へ、をチェックしていた黒柳が、塩野の美しい顔立ちにメロメロになる一幕も見られる。塩野が出演したドラマ、 無能の鷹は10月11日にテレビ朝日系で放送スタート。